15番青木ゆなさん、日本大学。去年フリーに進めなかった雪辱を果たし、ショートは嬉し涙の10位、青木ゆな。過去最高の14位を超える大きなチャンスがやってきました。シングルオイラートリプルフリップ、綺麗に決まりました。非常に難しい組み合わせのコンビネーションです。素晴らしいスタートです。そして2本目は青木の武器、トリプルルッツ、トリプルループ。これもおります。素晴らしいジャンプでした。トリプルサルコー、綺麗に入っています。足換えのコンビネーションスピン。練習してきたジャンプ、トリプルフリップ。これも飛ぶ前に曲に合わせたところも良かったですね。バタフライの入り方からフライングキャメルスピン。去年フリーに進めなかった悔し涙が今嬉し涙に変わりました。両手でガッツポーズを作った青木ゆな、素晴らしい演技でした。青木ゆなさんの演技でした。
残り2秒ぐらい。3番滑走青木優奈です。荒川さん、コンビネーション素晴らしかったです。そうですね、いろいろな組み合わせ、難しい組み合わせを持った選手ですけれども、これまで安定感といったところが課題でした。それが今シーズンは安定してこの全日本でも力を出すことができました。 129.41 シーズンベストは110点台、大きく超えます。 191.89 この時点で2位、過去最高順位14位を大きく上回る位置につけました。